ホンダプレリュードコンセプトネットの声は11月5日まで開催され大盛況のうちに幕を閉じたジャパンモビリティショー2023には多くの注目のモデルが登場したが中でもサプライズ発表となったホンダプレリュードコンセプトは大きな話題を集めた一台だ 1978年に初代モデルが登場したプレリュードは2001年まで販売が続けられご世代23年の歴史を持つスペシャリティクーペであり初代モデルは国内産の乗用車としては初の電動サンルーフを標準装備したり3代目では量産車初の機械式 4WS を搭載したりと エポックメイキングなモデルでもあった。その一方で三代目モデルではフロントエンジンでありながら、当時のフェラーリよりもノーズが低いことをアピールするなど、デートカーとしてナンパな部分もまた魅力となっていた。そんなプレリュードの名前を引き継いだプレリュードコンセプトは、歴代プレリュードと同じく流麗なクーペフォルムのボディとなっており、 操る喜びを継承するホンダ普遍のスポーツマインドを体現するモデルの先駆けとなると発表されたまたコンセプトではあるものの市販化に向けて開発中となっているということで他のコンセプトカーよりもかなり現実的なディテールを持っていたことも特徴でパワートレインはハイブリッドとなることが判明している 当時の知る世代にとっては懐かしく、当時を知らない世代にとっては、新鮮にも映るであろうプレリュードコンセプトだが、ネットでの声はどのようなものが集まっているのだろうかプレリュードコンセプト否定的な声。プレリュードコンセプトに対して、最も多かった否定的な声はプリウスに似ているというもので、 半数以上がそれについて発言していると感じるほどだった。ただデザイナーに話を聞くとフロントはグライダーの羽をイメージし、リアはワイド感を演出するために一文字の光源を用いたということで、実写の印象はプリウスとは異なるものとなっていた点はお伝えしておきたい。次に多かったのがプレリュードという名前が復活したことには、 一定の評価をしつつも過去のモデルを想起させる意装が全くないため名前だけの復活だという声も多く見られたさすがに20年以上前に途切れたモデルの意装を現代的なデザインの中に組み込むのはなかなか難しいところかもしれないがプレリュードの代名詞でもあったサンルーフの設定などは ぜひ継続してほしいところだ。それ以外で多かったのは、プレリュードコンセプトが電気自動車、BEV であると勘違いし、ホンダの三部社長のスピーチにあった、どこまでも行きたくなる気持ちよさに対して、BEV では航続距離に不安があるのでどこまでも、行けないという意見も参見されたが、 プレリュードコンセプトはハイブリッド車として開発されているのでその点は安心してもらいたいところだプレリュードコンセプト好意的な声プレリュードコンセプトに寄せられた好意的な声の中でもやはりというか最も多かったのがプレリュードという名前が復活したことを喜ぶものだった特に当時0代目に乗っていた という往年のユーザーの声が多くすでに子育ても終わった世代が中心ということで大人が乗って恥ずかしくないスペシャリティクーペとしての復活を望む声が多いようだ社名だけ復活して全く異なるボディータイプとなることも珍しくないがプレリュードはしっかり2ドアクーペというボディータイプを 踏襲した点も評価する声が見られた。パワートレインについては前述したように BEV ではなく HEV ということで、そこをしっかり把握している人は充電環境のないユーザーでも安心して、購入できる点も好意的に受け取られていたようだ。日本以外ではシビックやアコードのクーペモデルが存在していたが、 国内では5代目プレリュード以降、久しく存在してこなかったニトアクーペというボディータイプが復活し、ワールドプレミアの地が日本ということもあって、日本への導入を期待する声もあり、良くも悪くも注目を集めていることは間違いないようだ。あとはコンセプトではなく、 市販モデルが登場した時にどのくらいスタイルが変化するのか、はたまたコンセプトモデルのままで登場するのか、パワートレインはどんなものになるのか、価格はどうなるのかなど気になる点は多く、まだまだ注目の的となることだろう。